ハンカチハンカチとは、主に身だしなみとして日常的に用いられる。通常は紙辺を一にする正方形の布のことで、ハンカチーフの省略形である。主金とも書く。元は発音そのままに、ハンケチーフと呼ばれ、ハンケチと略称されていた。ハンカチは、洗った手を拭く、汗を拭うなどに使われる。欧米では鼻を噛むことなどにも使われる。例えば、フランス語のムクイヤーは、 同志の虫ェから来ているし、ロシア語のは花のスカーフの意味だが、どちらも手拭きなどにも用いられる。ハンカチの起源は現在よりも遥かに遡り、起源前3000年頃のエジプト文明の頃には存在していたとされる。飾りのされた浅星と思われる布の発掘が認められ、ハンカチがこの時代の身分の高い人物の持ち物であったことが推測された。 その正方形の形状は、フランスのルイ16世王妃マリー・アントワネットが企画として統一させたことが始まりとされる。それ以前のハンカチの形態は、円形や長方形など様々であり、貴族たちが刺繍や豪華な飾りで税を競う持ち物の一つでもあった。日本では長方形が多い。日本におけるハンカチの普及は、洋装が導入された明治時代以降である。 ハンカチの素材は、綿、絹及び麻などの吸水性に優れた織物素材が、主に用いられる。近年の清潔思考を反映し、抗菌加工を施した素材もある。ハンカチの大きさは、標準で 45cm、大きいもので 50cm、小さいもので 25cm や 20cm がある。ありがとうございます。